こんにちは。皆さんこんにちは、こちらに来ることができまして非常に嬉しく思います。京都は何度も来ています。初めて参りましたのは1988年でした。24年前になりますが、ただ今回初めて、京都のこういった大学でお話しする機会を得ました。大体はその研究学会ということで7回目、京都は7回目ですけれども、こういった教育の話をさせていただくのは初めてです。先ほどご説明がありましたように、インターアクティブに双方向でやっていきたいと思います。実践的、そのハンズオンプラス、ブレインズオンと脳も使っていただく、頭も使っていただくということであります。教育について、教授法についてでありますが、部分的には私の教育者としての経験をお話しさせていただきます。私はハーバードで教鞭を取り始めましたのは約27年前、1984年のことであります。で、教育をハーバードで教え始めました時には、自問自答したことがないんですね。つまりどうやって教えればいいのかということを自ら問うことはありませんでした。奇妙ですよね。というのは、新しいことを試みるときにまずやはり自分に問いかけなければいけないのはどうやってやるのかというのが本来の姿なんですけれども、ただ私にとりましては、本当にこれは、自明であったというか、自分では分かってたつもりだったんです。つまり、自分の学生に対して私が教授にしてくれたことをすればいいんだと思ったわけです。私、物理の勉強をいたしましたのは、教室、こういった部屋ですね、こういった教室で勉強いたしました。教授が前に立って、で、講義をしてくれるということで、私も同じように学生を教え始めました。そうするともうすぐに兆候が出てきました。やってることは正しいんだということが兆候が出たと、つまりですね、教育の評価をするときにどうかということですが、日本は分かりませんと言いますのは、東京あたりで大学は行ったことありますけれども、京都では大学を訪問させていただくのは初めてですので、ただアメリカでは教授法、教育を評価をするときに学生さんに評価をしてもらうんです。その学期末に、無記名で匿名で、日本でも同じでしょうか。うなずいていらっしゃる方もいらっしゃいますね。そういう形で学生の評価を下りると。でまず申し上げたいのは、私が、助教授になったときに、まず、同僚がみんな嫌がる物理学、つまりですね、医学予備学生向けの物理、つまり物理に興味を持っている人ではない、物理が大嫌いと、もう教室に入る前から物理大嫌いという学生を対象に教えなければいけなかったということで、同僚のほとんどがその学期末で、もう本当にもう教えるときにもう自殺しそうなと言いますか、というのを学生の評価が、あまりですね、優しくなかったと、先生に優しくなかった。ただ私は違いました。私は本当にいい評価を学生さんからもらいました。5段階の評価をするんです。で大体、4.5 とか 4.8 とか、5点満点でそれぐらいの評価をいただいてたもらってたんです。ですから学生は私のことを結構気に入ってくれてるということでした。これが一つの方法ですね、教育の質を測る一つの方法です。もう一つが学生の様子を見ること、つまり試験の成績を見るということです。で私物理学は、医学部に入る学生ですね、そういった物理学の専攻の先生ではないんですけれども、ただちょっと、その問題を出すとき、自分自身も試験で解けないかもしれないと思ったときに、でも結構学生に出してみたら、結構解いてたんですね。ですから、教師としても気に入ってくれてたし、私にとっても難しいような問題を解いていたということなので、なかなかまずまずだなと自己評価をしていました。自分で思っていました。振り返りますと、常にやはりですね、悪い兆候というのは、あったかと思います。日本ではどうか分かりませんけれども、アメリカでは、そのアンケートの下にコメント欄というのがあります。でほとんどの学生は、点数は高くつけてくれました。ただ学生の中には下のコメント欄に、物理学は退屈だ、物理学は鬱陶しい、でなんでそんなこと書くんだろうと思いました。その世の中のこと、この物理のことを理解するほど面白いことがないと自分で思ってたので、学生の言ってることが理解できませんでした。
まあ、同じこと例えばパーティーに行きますと、パーティーでいろんな人に会います。そうするとあんた仕事何してんのと聞くので、私物理学者ですと言うと、そのいや物理学、物理学は高校で苦労した、大学で苦労したという反応が返ってきます。最近私歯医者さんに来ました。で、まあ、もちろん話もできません、口の中に入ってますし。で、歯医者さんが私に言いました。え、物理学者なんだ先生と。私はと歯医者さんが言うんです、まあ、日本は5段階ですから5ですね、 U を取ったと。その歯医者さんは言うんです。大学で物理を U を取ったけど、でも物理全然分かんないと、その歯医者の先生は言いました。ですね、私本当に気まずいんですね、こういったことを言われると、物理学者として。で、まあ、今は理由が分かるんですけれども、当時どうしてか分からなかったということで、もう本当に、まあ、マイナスのサインは、見ないように、そしていいところだけを、いい面だけですね、高い学生からの評価とかで、学生が成績よく取ってる、テストが成績がいいというところだけ見てました。で、何年もの間幻想、幻覚があったんです、まあ、これ実際 幻想でした。いい先生だと、いい、自分はいい教諭だと、教師だと思いました。で、講義を私は続けて、でテストの成績は相変わらず良くて、で学生からの評価も相変わらず高くで、全員満足していました。ただ時間が経って、もう少しまた詳しくお話しいたしますけれども、間もなくして分かったことは、これは、その本当に全くの幻想だったということでありました。事実ではなかったということです。で、今日はもう、物理の話ではありませんで、先ほど、飯吉先生もおっしゃったように、今日は教授育法ということです。まあ、私ただですね、物理学者でありますので、やはり、物理のその、背景のもとで、話さなければいけないんですけれども、例は物理を出しますけれども、物理の話はありません。で、この哲学、人類学、倫理学、フランス劇とかいろんな学問に適用できることで、別に物理だけの話ではこれはありません。一般的な教育方法、教授方法ということです。先生があった、こういった皆さんクリッカーお持ちだと思います。で、常に危険が伴うんですけれども、まず教授法、教育学というときに、テクノロジー、こういったそういった技術の話をすると、ちょっとですね、問題が出てくるというか、あ、こうやったもうこういった技術を使えば問題万能だと、問題全部解決になるというような幻想があるんですけども、そうではありません。そうではなくて、この技術ですね、こういった最新技術を教育で使うということ、これは単に古いことを新しい手法で使うと、古いワインを新しい、その瓶に入れるだけの話で、物は本質は一緒です。手法を新しいものを使うだけです。ですから、そのこういった最新技術を使う時には、以前できなかったことを単に可能にするだけだと、本質を見失ってはいけないと思うんです。で、まず、ちょっとですね、課題を知っていただきたいと思うんですけれども、試みたいと思うんですが、まず、皆さん自分自身の、ことを考えていただきたいと。これはですね、このクリッカーを、教育学とか教育情報とかいうことではなくて、まず皆さん方のリスポンス、反応をいただきたいということで、使ってみたいと思います。そこでお願いしたいのは、紙を出していただけますでしょうか。で、その、ちょっとした紙メモ、あ、その前にですね、すいません、申し訳ございません、その話をする前にご説明したいんです。このクリッカーの使い方です。皆さんお手、持っていらっしゃらなければ、手を挙げていただければ、クリッカーを、スタッフが渡します。これオンオフボタンはありません、常にオンです。ですから、ボタンを押すと、どのボタンを押してもその押した番号が、このディスプレイに出てきます。チャンネルのボタンを押さないでください。チャンネルは41のままに保ちたいので、チャンネルを、ま、間違ってチャンネルボタンを押してしまったら、この小さなあのライトが点滅しますので、点滅するし終わるまで待ってください。で、質問しますので、それに合った数字を、押してください。ただ、もしですね、意見が変われば、例えば2を押したと、でも、あ、2じゃなくて3だったと言ったら、3を押してもらったら、最後に押した、ボタン、最後に押したクリックのみが集計されますので、2回集計されません。1回しか票は数えられませんので大丈夫です。ちなみに4を押すと4が出ますし、9を押せばこの、窓の小さいディスプレイのところに数字が出ます。で、まずそれでは、私は、そのインストラクターですので、このボタンを押すと、じゃあ、皆さん、じゃあ押してください。何でもいいですから押してください。で、私が何を、でここですね、ここで数字がずっと前増えてますよね。ですから今90人が押してくれてますと、
で2回押したらそれは集計はされませんの で何人が押したかというのを私の方で確認せます。でそして回答分布を見ることができます。ボタン1とボタン5がお好きな人が多いなと、多分ですね、クリカの真ん中にあるから押されたと思うんですけれども、そういったことが分かります。では1をみんな押してください。1を押してください。皆さん1、はい、非常にいいですね。本当に指示を守ってくださると非常に嬉しく思いますので、こういった反応が返ってくると非常に嬉しく思います。ご覧のように、分布がこういった変わって、すぐに変わりましたね。でみんな1を押していただいたので、でストップを、私がインストラクターとしてストップを押すと、この分布はもうこれで、動きません。で今度ボタンを押してもディスプレイに、その線が丸についてても、投票できませんということが分かります。でストップというのを私を押すと、そうするとこのスクリーンが、そのですね、の撮影がされますので、夜に例えばこのグラフをもう一回私は見ることができます。そしてその後ろのスクリーンも見ることができるので、あ、このデータはこれと一緒だったなとかということが、その、インストラクターが、ですね、マイクロソフトでもワード PDF どんなものでも使えるという、非常にシンプルなんですけれども、これ非常に重要だと思います。教育するときに複雑な、やはりですね、その教える側は複雑だと困りますので、では後ろ裏向けてください。裏向けるとこういったバーコードがありますね。これは固有のバーコードがそれぞれについています。ですから自分は匿名だと思っているけれども、ボタンを押すたんびに実はそのバーコードも情報も言ってますので、ただ誰がどの、その何番のクリッカーを持っているかということは登録してませんので、皆さんの場合は誰か分かりませんけれども、教室だとそれぞれの、その識別番号がついているので、誰が何をしたかということを追跡することができます。では、説明をしましたので、ではちょっとそのメモ、先ほどお願いしました紙を出していただいて、ちょっと考えていただきたいんです。ご自身が得意なこと、自分が誇りに思えるほど上手なことで、これ例えばですね、それはどういうことかというと、作曲とか、演芸とか料理とか、それから微分ですか、そういったその、文学とか、写真とか、絵画とかいろいろあると思うんです。自分が楽しく思ってやってて楽しくて、で他の人が、すごく自分を尊敬してくれるもので願わくば、技能、スキル、知識で、ご自身の仕事にとっても重要なものであればよりいいんですけれども、でちょっとそれを書いてください。その紙に他の人に言わなくてもいいので、もう自分だけの情報として書き留めてみてください。ただ必ず書き留めはしてください。はい、ほとんどの方がもう上を向いてくださっているので、そんなに時間はかからないです。先生方皆さん本当に成功されている方ばかりですので、絶対そういうことがあります。でここからが難しいんですけれども、というのは、ではじゃあどうやって上達することができたか、今紙に書いていただいたことをどうして上手になったか、どこで並んだか、何をしたからそんなに上達できるよ、できたかと、熟練できたかということですね。それを考えていただきたいんですけれども、これなかなか大変ですよね。というのは、楽しくやっていること、これはほとんどもうあんまりその考えることなく自然に身についているので、ですから改めて考えないと、いやどうやって身につけたかなというから分からないと思うんですね。でちょっと考えてみてください。ちょっと書き留めてください。どうやって身につけたか、どうやって上達したか、それをちょっと考えて一言二言で書き留めてみてください。でこれはもう世界各国でこの同じ質問をしてやっていただいています。数ヶ月前南米でやりました。で今年の初めには、その韓国ソウルで行いました。今年の夏中国の北京でもやりました。世界各国で、南米、北米、ヨーロッパ答えていただきまして、そしてこの答えを、2つ目の質問に対する答えも集計していまして、常に同じ答えが返ってきます。ほとんど例外はない、つまり文化的な違いはないと認識しております。これは当然だと思うんですね。全員私たち人類ですから、でプログラミングされていると、同じことを生まれた時から物事を学ぶパターンというのは同じです。ですからそんなに答えが同じでも、意外だとは思わない
わけですけれども、では伺いたいと思います。日本の関西は世界の他の地域と違うかどうかということも確認したいと思います。で、大体ですね、このカテゴリーとしてはここにあるように、つまり上達方法1番は試行錯誤、試行錯誤によって学んだというのが1番、そして2番は講義を受けたということ、講義を受けた聞いたということです。講義をしたんじゃなくて講義を受けた聞いたということです。それが2番です。そして3番が練習をした、練習を積んだ。そして4番目は弟子入りした、弟子入りした、見習いに入ったと。で、その師匠から学んだというのが4番、そして5番目はその他、友達から習った、家族から習んだということですね。で、その5つあるので、その中で自分に当てはまるものを押してください。 1,2,3,4,5 です。で、適用するものがなかったらその他5でお願いいたします。さあどうぞ。では見てみましょう。あと数秒待ちましょうか。100にもうほとんど届こうとしております。分布を見てみましょう。はい、わかりました。で、確かにですね、文化の違いは全然ないことがここでも証明されました。世界のどこでもそうです。最も人気がありますのは訓練、練習を受けたということです。まあ、典型的にはここに集まるパーセントは53から60いくらかパーセントです。 55% ですからバッチリですね。私たちは練習をしながら学んでいく、学習するのはやりながら学習するというわけであります。あるいは飯吉先生もおっしゃいましたけれども、活動的になることによりまして行動を起こして学んでいくというわけです。まあ、だからですね、私はこの演習をしたわけじゃありませんよ。と言いますのも、これを注意深く見てください。もう一つ読め取れることがあるでしょう。すごく面白い分布だと思います。何でしょうね。見てください。日本語で言えると思いますけれども、日本語で見ていたら私は訳で聞きますけれども、他何が読み取れますか。言ってみてください。日本語でもいいですよ。2番目ですけど 1% です。1人だけなんです。かわいそうな人、1人だけ。レクチャーでよく聞いていたからこれだけ優れていたとお答えになった人、一人だけ。どうしてびっくりされますか。と言いますと、世界中でそうなんです。どうやって私たちは教授いたしますか。こういうふうに教えるんでしょ。講義方式です。だからもうすでに皆さんおっしゃったんですよ。すごく人生で大切なものがあったならば、こういうふうので学んでないってみんな言ってるんですよ。ところが世界中で教えてるのはこういうやり方でしょ。文化で違いはないんです。私が教えてる写真なんですか。ところでこれは私が中心にいますけれど、で、物理入門を、ま、医学課程の学生に教えているところです。ずいぶん前でありますけれども、で、 BC コンピューターの時代の前、紀元前じゃないですよ。で、ラプトップもないでしょう。 OHP を使っていた時であります。で、私は投影して使って教えておりました。物理入門コースです。だからもう最初から申し上げておきますね。随分奇妙なことがあるわけであります。私たちの学習のやり方でありますけれども、私たちがですね、まあ、教える方法と合っていないということです。ということを今日はお話ししたい。で、概念は一番下に書いておりますけれども、もう少し教育のことをお話しいたしましょう。教育とは何ぞや。教育って言葉を使ったら何を意味するんでしょうか。多くの皆様方はですね、教育者でいらっしゃる。私も教育者ですよ。でも皆様方が私に聞かれたら、教育の定義を書き留めろと、あるいは皆様方に定義を書けと言ったら教育の定義です。皆様方の多くが困難を感じられるでしょう。難しいなと。そうですね、その意味は分かっているでしょう、教育の。しかしながらですね、それをはっきりと定義をするのは難しい。と言いますのも奇妙ですよね。教育者といたしましては、教育の定義ははっきりしているはずです。だから教育といった時にどういう意味があるのかを説明したいと思います。それからピアインストラクションのご説明したいと思います。私が開発いたしましたのはですね、私はこれを開発したいから作ったのではなくて、
ある発見があったからです。その発見については後で申し上げますけれども、私の 学生はでこのような設定でいい評価を与えてくれました。そして私の学生たちは成績も良かったんです。まあ、試験の成績も良かったんだけれども、実際にで低いレベルまで学んでいなかったことが分かったんです。ただただ丸暗記してるだけだったんです。それが分かった時にピアインストラクションを作りました。で、まあ、学研的なですね設定のもとにおりますので、テストで終わりましょうね。だからちゃんと聞いてた方がいいですよ皆さん。最後のテストですからね。発表の最後はテストがあります。ちゃんと聞いておいてください。まず教育でありますけど、自問自答いたしましょう。講義で何が起こるんでしょうか。私の教えているですね、随分長い前の写真をまたお見せいたしましょう。実際何が起こってるんでしょうか。ここではスクリーン上のを見てください。皆様方に答えていただきたい、まあ、日本語で答えていただいても結構ですよ。訳がつきますから。ここで起こっているのは何でしょうか。どういうプロセスでしょうか。説明してみてください。このスクリーンを使ってください。動詞を使ってください。しかし2つの動詞は使わないで、ティーチング、ラーニング、この両方は使わないで、その他の動詞を使って説明してください。これには何が起こっていますか。まあ、発声で結構です。何が起こっているでしょうか。はい、分派と言ったんですか。でたくさんのことを分布する、配布すると、そうですね、私のレクチャーを前にお聞きになったんですか。はい、これをですねしたら、よく答えがですね、書いているとかライティングをしているとか、あるいは話しているとか、デモンストレーションしているとか、寝ているとか、そういうのが返ってくるんですけれどもね。電波なんていうのを言われました。で、ね、寝るって言いましたけれども面白いんです。最近ある引用を読みまして、フランスの作家なんですけど、こういうふうに言っておりました。アルベル・カミューです。で、一部の人は寝言を言う。で、講義をする人たちは他の人が寝ている時に話す。私は皆様方にそう言って、そうやっていただきたくないけど、これは真実が一部ありますよね。私の学生も寝ているかもしれませんけれども、正しいことを今おっしゃいました。講義というのは情報の伝播です。情報を伝播するのが講義である。中にはこういう人もあります。で、知識という人もありますけれども、知識というのはよく分かりませんね。何かで知識を配布するということもあるかもしれませんけれども、できるのは、伝播できるのは情報だけだと思います。で、私の学生でありますけれども、実際私にそう言ってきたんです。しかしながらそれをですね、無視してきたんです。よろしいでしょうか。私がこの講義をしておりました時、物理入門でありますけれども、どうやって教えるかなんていうのは悩みませんでした。で、私の立場になったらお分かりになると思いますけれどもですね、物理入門を教えろと、じゃあ最初の質問は何でしょうか。心に湧き上がる第一の疑問は何でしょうか。そんなに難しくないと思いますけれども、何を一番最初に考えますか。その通りです。どの本使うかと、どうやって教えるかじゃなくて、どの教科書にするかでしょう。だから、で、前に教えたことのある同僚のところに行きまして、その質問をしてみたんです。この物理入門だったら、まあ、ハリデー&レズニックで、これは2人のですね、著者の名前でありますけれども、で、物理学者がいらっしゃったらご存知でしょう。で、何年かも古典的にですね、物理の教科書と使われてきた本を推薦されました。私、ヨーロッパで教育を受けたものであります。ヨーロッパでは、まあ、学生は本を買いません。入門のクラスのために本は買いません。どうしてお金を使う必要があるのかということであります。すなわちの内容をですね、教授が教えてくれるんだからというわけです。だから私はですね、まあ、学生が本を買うと思っていなかったんですけれどもですね、同僚はこう言うんですね、まあ、本屋に、まあ、十分ですね、まあ、何冊があるかというのを確認した方がいいと。だから私はハーバード大学の地下の本屋に行きまして、150冊あるということを確認いたしました。生徒の人数分です。そしてオフィスに帰る途中に、ちょっと待てと思ったんですね。学生が本を持って、私が同じ本を持ってるんだったら、じゃあクラスで何やるの。
だから同僚のところにいまして、ノックをして同じ質問をいたしました。あ、そう、心配しなくてもいいよ、たくさんの物理のテキスト出てるじゃないと言うんです。で、まあ、棚にいっぱいになるくらいあるよと。で、すぐに見つけました。パーフェクトな本が見つかりました。物理の本です。2つの理由があります。パーフェクト、まず第一、違った本であった、アプローチが違ったんです。で、私のアプローチとは違うアプローチであった。しかしそれは重要な理由ではありません。重要な方は何かと言いますと、絶版になってたんです。学生は買えないですよね。だから OK だったんです。だから全てのクラスでですね、まあ、10時間、実は講義ノートを準備いたしまして、教室の中では、で、このようなですね、ノートを投影するか、ここもそうです、あるいは黒板に書くかいたしました。講義ノートです。で、私のアプローチでありますけれども、少しですね、他の、まあ、彼らの買った本とは違いましたので、まあ、学生にはですね、講義ノートのコピーをあげました。しかしそれは講義の1回以下の講義の後です。どうしてでしょうね。クラスの後に、前ではない。そうですね、まず注目してほしかったというのがあります。で、まあ、今日ですね、講義ノートを差し上げないのはそれが理由じゃないですよ。と言いますのは、私のですね、まあ、聞く質問の答えが入っているんです。だから差し上げませんでしたけれども、でも私の教室では学生がですね、で、情報を最初にですね、講義ノートから得るということがないように、しかしちょっと考えてみますと、これもうすでにですね、問題があるということを認めていることに他ならないんでしょうか。学生に無理やりですね、教室に来らせて、そして、まあ、ノートで知れるものをですね、教室で学べと言うんでしょうか。まあ、いずれにいたしましても、まあ、3週間ぐらいして学生が私たちのところに来まして、マズール先生で、最初に講義ノートをいただけませんか、1回ごとに。そうしますとですね、メモを取らなくてもいいんですよと。で、そうですね、私が A って黒板に書いたら150人のペンが A って書きますよね。確かにその通りだって分かりました。で、まあ、1回こういうことを聞いたことがあります。誰かが言いました。すなわち講義とはどういうものなのか。講義というのはあるプロセスである。で、先生の講義ノートが、で、学校のですね、まあ、学生の先生の脳を通らずにメモが学生のノートに書かれるプロセスであると。その通りですよね。で、まあ、本当にですね、情報が行くべきところには行ってなかった。学生の脳には行ってなかった。それは学生のノートには行きましたけれども。で、だから講義の最初にノートを差し上げることになりました。そして次の年に私の講義メモを、まあ、1回1回渡すよりは、あるセメスターの前に全部、全てのですね、まあ、講義ノートをまとめてコピーをさせて、第1日目に250ページの メモを全て与えることにいたしました。結果どうだったと思いますか。セメスターの初めに予期もしなかった結果でありました。6人か10人ぐらいがですね、評価にこう書きました。マズル教授、このメモのメモしか、まあ、メモしか教えない。で、またですね、講義メモを書かなければいけないとでも言うんでしょうか。彼らに与えたのに本当にもう失礼しちゃうわと思ったわけなんです。講義ノートしか教えないと言われて。でも学生の言う通りです。その通りだったんです。講義ノートから講義をしていたんです。私が注目しておりましたのは情報の伝達、まあ、だけだったわけです。学生はそれを指摘した本当のことです。で、ここで、まあ、質問があると思います。世界中でこのような講義が行われておりますけれども、疑問に思わないでしょうか。教育ってこんなもんでしょうか。教育というのは、まあ、ただただ情報を伝達するだけでしょうか。で、ちょっと考えてみましょう。ちょっと、まあ、意見を聞いてみましょう。で、クリッカーを使ってくださいね。もし皆様が教育というのが情報の伝達だけであるという人だったら1番。教育とは情報伝達以上のものであると考える人なら2。どうぞ押してください。1。教育とはただただ情報伝達だけである。2。教育は情報伝達以上の行為である。さあ、結果を見てみましょう。お一人だけまたいますね。なんか例外的な人。
まあ、99% の人たちが情報伝達以上と答えました。この 1% の人心配になるんですけど、と言いますのもこの一人の方でありますけれども、まあ、仕事を失いますよ、クビになりますよ、ちょっと想像してみてください。と言いますのも教育というのはただただ情報の伝達だけであると想像してご覧になってください。もしそうならば、あ、そうですね、それは想像だけですけれども、そうしますと、まあ、ロジカルにやる方法とはどうでしょうか。論理的なやり方は何なんでしょうか。答えてください。はい、1人か2人しか答えてらっしゃいませんので、こちらの方から答えてみてください。もし教育が情報の伝達だけであるならば、日本語で結構です。よし先生かですが、他の方が訳してくださるでしょう。で、日本語で答えてくださっても結構でありますけれども、で、ただただ教育が情報だけ伝達するのでいいのならば、最も論理的なやり方は何でしょうか。教科書を読ませればいいということですね、学生に。あるいはこれインターネットの時代ですから、何をすればいいかというと、講義をオンラインで載せればいいと、映像を撮って、まあ、一番いい形の、まあ、日本だったら日本語ですね、中国だったら中国語、英語で、県の国では英語で講義を行った映像を撮って、で、一番いい教授の授業を撮って、そしてオンラインに載せればいいということになるわけですね。で、じゃあそうすることによって失われるものは何でしょうか。何が失われるでしょうか、そういうことをすれば。あるいは失われるものが何かあるのでしょうか。お答えいかがでしょう。失われるものはありますか。インターアクションっていうお声が何名かいらっしゃいましたね。はい、どれだけのインターアクションというのが実際の講義では起こっているか。例えば今私結構頑張ってですね、できるだけ、お声を拾おうとしているんですけども、これもなかなか難しいというところがありまして、まあ、どんどんウォームアップしてきたら、だんだんと意見を出していただくかと思いますけれども、インターアクションなかなか難しいんですね。双方向といってもなかなか難しいと。で、例えば講義をして、で、途中で止まって質問ありますかと、質問ありますかと聞くと、学生は大体こうじっと下を向きますよね、先生と目を合わせないということであります。ですから全然そのやり取り双方向がないと。で、大体、まあ、前に座ってる生徒同じ学生が質問すると、ほとんどの他の学生はそんなにインタラクションしたくないということですから、オンラインにしてもあまり失うものはないと。ただですね、得られるものたくさんあります。オンラインで実際の世界ではできないこといろいろできます。オンラインで、例えば学生さんで、先生方の学生さん手を挙げて、先生あと5分黙ってください、ちょっと考えないといけないから先生黙ってと言われたことありますか。まあ、私はそういうことは学生に言われたことありませんが、あるいは学生が手を挙げて、先生最後の10分もう一回繰り返してくれませんかと今おっしゃったこと、まあ、ただオンラインではできますよね。それが例えばポーズのボタンを押すと一時停止を押すとか、あるいは、そのちょっと戻して再生することもできます。あるいは止めて、途中で止めて友達と、水里先生の言ったこと8分21秒のところで言ったこと分かるとか聞けますよね。ですからいろいろとオンラインですることによってメリットがあると、プラスアルファのことができるわけです。ですからもし教育をまあ、この一人の方がおっしゃったように、教育というのは単なる情報の伝達だということであれば、まあ、私たちみんな失職してしまうということになりますね。全てオンラインで賄われますので、私たち仕事がない。ただいいニュース、いいお知らせは 99%、 これ私も含めてでありますが、大半がそれ以上だと、情報伝達以上だと、教育というのはと思っています、いるということであります。単なる情報伝達ではないと、教育はということですね。で、まあ、皆さんの 99% の方では何が必要でしょうか。つまり情報の伝達に加えて何が必要でしょうか。教育においては、日本語ででも構いませんので、ご意見いただけますか。教育には情報伝達に加えて何が必要ですか。 99% も、もっと、情報伝達以上のものがあるというご意見なので、どうでしょう、いかがでしょう。Learning
そうですね、お互いから学び合う、そうですね、まさに、いわゆる教室ではそのままだとそういったことが起こらないということですが、情報を伝えると、これはその教師の情報を生徒の頭に入れるだけではなくて、そこから意味を見出す、自分の経験につないで、そして消化をして、そしてメンタルな精神的なモデルを作って、そしてそうかという、本当に納得しなければいけないということです。教育は単に往々にして教員が情報を伝達すると、そして1ヶ月2ヶ月後に試験で学生が情報を、教師に教員に戻すだけということがよく起こっています。でもそれが本当の教育の姿ではありません。ヨーロッパ、私、ヨーロッパで教育を受けましたけれども、そういったモデルで教育が行われてました。先生が、情報を伝達を授業の中でして、私が試験の時にそれを返すと。例えば歴史というのは事実の連続ですね。何年にオランダ人がイギリス人をに、そのロンドンの郊外で戦争に勝利をしたか、ちょっと忘れましたけど何年なのか、 Google で調べることはできるかもしれないけど何年か忘れたと。でもただ試験に合格するまでは、大学に入るまでは暗記してましたというようなことは学んだかというと、そうではないと、いうようなことを学んだと、いうことはとしては、例えばじゃあどうしてその歴史的な事実が起こったか、その背景ですね、あるいはどういった状況でオランダ人がイギリス人に戦争で勝つことができたかと、ロンドンの外で、そのイギリス人の領土で、ただ私はそんなことは学ばなかったんですね。年代しか学ばなかった。そういった事実背景を学んでいればそれが有用だったと思います。しばらく前ですが、コネチカットの大学です、ボストンの南にあるところで、大学で、物理学で、教育の話をしてました。で、私の話の後である教授の先生が私のところに来られて、私の教室で非常に今年面白いことがあったと話してくれました。で、この先生は非常に頑張って物理学を学生にとって本当にそのためになるように、そのためになるようにということで野球になぞらえたと。野球には結構ですね、その球の軌跡とか、バットとボールの間とか物理が結構働いています。ですからその授業の中で野球の例を使って物理の話をしたと。で、宿題で野球の課題を使ったと。で、テストの時も試験の時も野球になぞらえた説も出したって先生は言うんです。で、そしてその学期の終わりに最後の試験問題を作成していまして、その時に気づいたんですけども、野球の問題が出ないと、もう出尽くしたということで、フットボールの問題を出したと。で、そうすると学生が文句を言ったんです。フットボールの説問なんか授業でしたことないから答えられないと。先生方の学生さんとかご経験、同じような経験あるかもしれませんけれども、そういったことを言った学生があると。ですから、もしも一つのその背景ですね、から別のコンテキストに自由にこう行き来できなければ、本当の意味で身についたことにならないと。フットボールでは答えられなかったら本当は身についたということは言えないわけであります。で、これは私自身が従来型の教授をしていた、講義型で授業を行っていた時の話をします。データであります。で、FCI という、力学概念調査というのがあるんですけれども、この調査、これは今回物理学の話ではないんですけども、ちょっと物理のお話になってしまいますけれども、私のデータはどうしても物理寄りになってしまうので、それしかデータがないということなので、少しそういう意味では物理の話になりますが、この物理学ということですが、物理学の授業では第1週目では、その動き運動で、2週目では、力の概念の授業をします。ニュートンの法則ですね。そして第3週第4週5週6週ずっと続きますが、で、この力の、その概念をに積み上げていきます。ですから、この力というのがこの積み木のようなもので、この概念、力を理解できなければ物理では本当に難しいんですね。基礎ですから、全ての基礎です。1990年に FCI、 これをある雑誌で読みました。
アメリカ物理学学会、物理学教諭の学会の、雑誌で学びました。この FCI、力学概念調査を開発した人、これは、その選択肢、とか選択肢問題、多子選択の問題なんですけれども、学生が FCI、 これは物理学の授業を受ける前とそれから授業の後であんまり差がないと、つまりほとんど何も学んでないということが分かったと、でそういうあの論文が載ってて、私はそんなの信じられないと思ったんですけども、その著者は表を示してました。でこれはその学期の後で低い評価、高い評価を受けた先生方がいるんですけれども、でその賞を受賞したあの優秀な先生に賞を与えるという制度は日本にありますか？教授賞みたいなのありますか？学生の評価に応じて、で高い評価学生から得た先生には賞が贈られるんですけれども、でその試験前のテスト、つまりその授業コースの最初と最後ですね、で比較をしました。そして優秀な先生と、そして最も退屈な授業の下手な先生と比べました。でそこで分かったのは差がないんです。優秀だと生徒の評価が高かった先生であっても、その学習による効果というのは、その退屈な授業の下手な講義の下手の先生とそんなに変わらないという結果が出てきたんですね。で私はそれは信じられないと、うちの学生ではこんなことを起こらないと、ハーバードですようちはと思ったんですけれども、もう非常にですね、選抜された学生が来るんだからと思ったんです。でほとんどハーバードに入学する生徒というのは少なくとも2年は物理をやってます。ですからもう力の法則なんて入学前にもうすでに身についていると私は思っていたんです。まあ、ただ私は科学者ですから、科学者というのは単にですね裏付けがないといけないと、だからハーバードの学生は違うんだということを実質的に示そうと思いました。そこでそしてある時授業で学生にこう言いました。クイズを出しますと、まあ、テストとは言わなかったんです。その医学部の予備科の人にテスト試験というとパニックを起こすので、クイズとちょっと気楽に取り組んでもらうために言いました。で全然その成績関係ないから大丈夫です、だから答えてと、最終的な成績には影響しないからと、これ単なるクイズですと。で私自身の授業教授法の効果を測るために答えてもらうんだと。でそうするとですね、実はそういうことを言うと学生のインセンティブというのが全部そがれるんです。やる気そぐりますよね。いや実は成績に関係ないというと、先生とはもう出席さえしないと、まあ、日本ではどうか分かりませんけれども、アメリカではそうなんですね。ですから成績に関係ないということはちょっとあれなんですけど、でもただですね、学生がちゃんとこのクイズを真剣に答えてくれるようにと思って、来週テストがあります、来週試験があると、このクイズを真剣に答えてもらうと来週の本格的な試験の準備になると言いました。で真面目に答えてもらおうとしたわけです。それを言った途端気づきました。本当に大きな嘘をついちゃったと。つまり試験はもっともっと複雑なんですね。この FCI という、これは力の概念だけですから、力学概念調査というのは。でそれよりもちょっと嘘だったんですけれども、ですから学生がちょっと気を悪くしないかなと、このテストが簡単すぎてと思ったんです。でも全然間違ってました。というのはそのテストをし始めた途端にある女子学生が、水織教授って手を挙げたんです。この質問どうやって答えたらいいんですか、先生が教えてくれたことなのか、それとも通常私の考えを基づいて答えたらいいんですかというふうに聞いてきたんです。私こそ今の質問に答え方わからないと思ったんですけれども、でそれがまあ、FCI の調査を終わってから分かったんですけども、まあ、これは大きな問題だということが分かりました。これはヒストグラムということで、横軸が点数です。点数で学生の中には29点満点全部取った学生もいます。ヘスタネストによるとこの23点未満、まあ、私の生徒の場合 70% ですけれども、これは力の概念、力の法則を理解していないということになります。アリストテレス的な思考を持っていると、例えばゴリラを、キーボードのところに置くと、で大体こんな感じです、これぐらいの成績が取ります。ゴリラでも適当に打っても、ですから授業うちのクラスにゴリラがいたということになるんですけれども、
でこの FCI をもう20年ほど自分の授業でやってクラスでやってます。でこれは事後です。私の授業の後にやったテストです。では、その授業前です。90年にはやりませんでしたけれども、翌年翌3、4年、91から94年、これが、その授業前です。クラスの前がブルー、そして授業の後事後が赤です。あんまり差がないんです、授業やった後でもコースがやった後でも。でこれが、本当に基本基礎の基礎なんですけれども、これぐらいでした。では他の大学はどうかということなんですけれども、青の分布、これを、その平均として横軸にします。 70% ですね、 70% で、赤の分布の平均を取って、でこの2つの 78%-70% の差を見て、ですから私の授業によって、得た効果というのは 8% だけだったと、私の授業による違い効果は、これだけだったと。ですから、その100から70、70点だったら100点ですから、その 8% しか効果がなかったと、私の授業ではということになります。で他のこれ大学とも比較ができます。これは、その短期大学とか、大きな、国立、それから小さな私立大学、どこの大学でもこのデータポイントを見ていただくと、大幅にその線よりも下です。中国でもこれをやりましたし、全く同じ結果でした。文化的な違いはありませんでした。講義をされて、そして4分の1ぐらいの効果しかないわけです。ここも4分の1でしょう。すなわち最適なですね、可能性のある効果のうちの4分の1しか、じゃあどうしてだと思ったんですね。あなたがいい、マズール先生が悪いのか、そんなことありませんよね、絶対ないですよね。私はそんなことないと分かってます。私が悪いんじゃない。じゃあ他の可能性は、こんな結果が悪いの理由は何でしょうか。生徒がバカだ、生徒がアホやから。でもハーバードの学生ですよ、だからそんな学生がバカなわけがない。じゃあ他に理由があるのかもしれない。そしてパーフェクトな言い訳が見つかりました。テストが何か悪いんじゃないか、あるいは FCI 力の概念の一覧が悪いのかもしれない。で自分でテストをしてみました。で、まあ、詳しいことはやる時間がありませんでしたけれども、しかしながら、まあ、これは所見をですね見つけ出したわけでありますけれども、もう少し時間があれば、私たくさんのですね時間を費やして講義もしてまいりまして、 YouTube でもですね説明しております。あ、すなわち、まあ、転校いたしましたレクチャラーの告白ということではテストなどもしております。ただ、まあ、今日は皆様方にもっと参加していただきたいから省きますけれども、まあ、学生というのは教科書の問題はよくできる、しかしながら基本的なものは理解ができないと言いますのも、学生たちでありますけれどもですね、ある手続きを従うことしか学ばない、そしてその背後にある、あるいは底辺を流れる基本的なものを理解せずにということです。まあ、それでいいというならばそれでいいでしょう。しかしながら学生にはもっとやってほしいです。学生たちがただただですね、まあ、例題に従うだけではなくてですね、そして例題を解くだけではなくて、世界にはもっとたくさんの問題があるわけであります。エネルギーの問題、水の汚染の問題とか、あるいはですね天然資源の問題がありますし、紛争の問題があるわけであります。で今問題解決法は見つからない問題があります。次の世代の学生たちにはぜひですねこのような問題を解決してほしいですよね。私たちの学生、ただただですね私のレベルまでに来てくれて満足してるんじゃない。私の学生というのは私の肩に立ってもっと高く立ってほしい。次の世代の学生たちはですね、私たちの世代の上に立ってほしいんです。だから学生たちに私たちがやれることだけ教えてるので不十分です。それ以上になってほしいのが学生です。でここで強調したいのは、ただ情報の伝達だけではありませんよと、その情報を同化するのだということ、噛み砕くという、私の教室ではそれがなってなかったんです。で皆様方の自身の教育を考えてみてください。どこでその同化、あるいは情報をバカ者にするということが起こっているんでしょうか。ピアジェというのはですね、情報のアコモデーションと言っておりますけど、私はですね同化という簡単な言葉で説明しております。どこで起こるでしょうか、皆様方はお聞きしてみましょう。ああそうだったのかっていう時、あ分かった分かった、そうだったのかという時、いつ起きましたか。
皆様方がですね、教室にこのようなところに座って、そして、まあ、講師の言うところを聞いていて怒りましたか？そんなことはないと思います。教室の外じゃなかったですか？ああ、分かったという時には。で、私のですね、ピアインストラクションの第2部に移りたいと思います。教育というのは2つのステップのプロセスだと考えております。まず第一が情報の伝達、それは必要です。そして2番目といたしまして必要なのはですね、学習者といたしまして、まあ、それの意義、意味が分からなければいけません。まあ、伝体的なですね、教授法でありますとステップの1というのが教室の中で行われまして、そして第2ステップでありますけど教室の外でやられてきました。そうですよね。私も覚えているんですけれども、で、まあ、教室の後ですね、このメモを見て、そしてこの教授はこのようにどうしていったのか、ああそうだったそうだったと復習をしたものであります。自分個人で、あるいはですね、他の学生と相談して復習をしたものであります。でもこの2つのステップのうち簡単の方はどちらかと聞かれたら、みんな1番目だと答えるんじゃないでしょうか。もっと難しいのは2番目です。その情報をちゃんと、意義を分かることです。だから教育では奇妙なことに1ばっかり注目されてきたと思います。そしてもっと難しいのにステップの2を学生でやんなさいと言ってきたんだと思います。ですから私が、まあ、どれぐらい私のですね、ハーバードの学生がほんのちょっとしか理解していないとか分かった時には、この2つをひっくり返そうといたしました。情報伝達をですね、教室でやるんじゃなくて、そしてもっと難しいのを学生でやんなさいというのではなくて、ひっくり返そうと、学生が情報の伝達というのは教室の外でやってもらえばいい、すなわち教室に来る前にそれをやってしまいなさい。教室で何をやるかと言いますと、教師たちを促してですね、まあ、情報の同化、すなわちですね、ちゃんと理解できるように吸収しなさいと。で、まだですね、私講義ノートを学生に与えておりますけれども、で、まあ、教室に来る前です、それを読んでおきなさい、あるいは、まあ、講義を見る、オンラインで見ることができます。もう前にですね、私のやった講義というのはですね、まあ、何年も何年も同じ講義をしなくてもいいですよね。そのテープをいたしまして事前に見てもらえばいいわけです。すべてその中で理解せよとは期待しておりません。まあ、事実あまり理解できなくてもいいんです、教室に来るまでは。しかしながら少なくとも教室、まあ、学生の、あるいは私の時間を無駄にしたくはない、すなわちですね、まあ、教科書を読み上げるという時間は無駄です。そして教室の中の時間でありますけれどもですね、この情報を意義のあるものにするために時間を費やすべきです。見聞きした情報です。だからこの第2点目に何が起こるかということ、第1点というのは簡単ですよね。本があります、オンラインの講義があります、それも大々的にあります、大規模なものがあります。ユダセティ、コルセラ、京都大学でも始められたようでありますよね。で、まあ、コース、オンラインコースの提供が始まった。だから1番目は簡単です。でも教室の中でそれをどのように我が物に血肉にするかということはどうしたらいいんでしょうか。そして私たちはピアインストラクションを作り出しました。簡単です。で、まず質問をすることから始めます。ある情報を与えるのではなくて、2000年前ソクラテスが言いました。これ簡単なことですよ。イギリスの哲学者でありますが、もうすでに言いました、私たちはですね、質問することによって教えなければいけない。で、今21世紀ですけれども、ほとんどの我々がまだですね、教えることによって教えようとしております。そうではなくて、まあ、数分して教室ではですね、私は質問をいたします。教室に来てから数分で質問を学生に投げかけます。で、その後考える時間を与えます。黙って、で、お互いに話しちゃいけません。黙って考えなさいと。まあ、講義ではですね、考えられません、時間がないんです。でも私の授業ではそれをさせます。で、考える時間の後に、まあ、答えをですね、クリッカーで集計をいたします。他の技術を使う前にクリッカーを使います。そして、まあ、質問に答えた後学生にこう言います。じゃあ近くの学生の方を向いて説得してください。自分の答えがなぜ正しいのか説得してください。完全に大混乱状態になりますよ、そうすると。で、これは偶発の私の発見でありました。で、こういうふうに分かったんですけれども、このやり方がうまくいくと、 FCI を最初に教えた時でありましたけれども、申し上げました通り、
私は心配しておりました、まあ、学生がですねこんなに簡単なことをですね聞くのかと言って怒るか思ったんですが全然怒りませんでした。学生たちはですね FTI に答えられないかと心配していたんです。だから、まあ、特別のですね教室を組織をいたしまして FTI の一つ一つの質問を説明してくれと言われたものでありました。一つは鮮明に覚えているんですけれども、そうですね図などで私は説明をいたしまして FCI です。で振り返って学生の顔を見ましたら完全に混乱してるんです。分かんないで質問あると聞いたんです。完全に混乱して質問をどうしていいのかも分からないという状態でありました。あまりに混乱してた時には何を質問していいからも分かりませんよね。そういう状態でした。あ、これはちょっと深刻だと思いまして、まあ、図を消しまして最初からまたですね8分間ぐらい最もですね素晴らしい講義をしたと思いました。そしてまた振り返ってもっと混乱してたんです。学生がでまだ質問もできない。じゃあどうしたらいいのか分からない。10分も説明したのに。で私にとってはすごく簡単な FCI がなんでわからない。でも一つ分かっておりました。で半分の人たちは SCI で正しい答え出してた。これは分かっておりました。じゃあ自分のそばの人と話し合ってごらんなさいと言ったんですけど150人の学生がですね大混乱になりました。私もびっくりしましたけど、うるさいな、こんなの教室で見たことない。まあ普通ですね、まあ、ここのように静かなんです。で先生には勧誘したくない。でもですね隣の人と話をすると言ったら全員話し始めました。で2分間でたった2分ですよ、正しい正解が分かった、全てですね正しい答えで合意が成立をいたしました。私が10分やったんです。それで説明できなかったのをお互い同士で2分でやっちゃいました。どうしてそれができたんでしょうか。でも2人の隣同士の学生を考えてみてください。ジョンさんとメリーさん、メリーが正解を持ってますと言いますのもメリーが理解しているからです。ジョンは分からない。まあ、平均いたしましてメリーがジョンを説得するんです。普通の場合そうです、逆ではなくて。しかしこれが最も重要ですよ。メリーさんはジョンを説得する可能性はマズリー先生より高いと言いますのも、彼女はですね最近学習したばかりだからです。でメリーはですねどこがわからないのか、すなわち初心者が突っかかるところがよくわかってるんです。マズーラ先生は遠の昔に学生をいたしました。あんまりに優しいからですね誰かわからない人がいるなんてわかんないんです。もう私の同僚でスティーブン・ピンカーさんは心理学者がこの言っておりますけれども、で知識の知識の呪いであると彼は言っておりましたけれど、でどんどん専門家になりますともっとですね教授の資格があると言われるものであるけれど、その反対だと思います。知識が上昇すればするほどで初心者を教えるのが難しくなるんです。と言いますのは忘れてくるんですね。自分がどうやって学習したのか、どれだけ学習するのが困難なのか自分で忘れるからです。まあ、だから私は自分のアプローチに組み込もうといたしました。お互い同士教えるで、まあ、討論いたしまして数分してまた意見を集計をいたしました。だから事前事後、ディスカッションの事前事後で50% の正解率から 90% は上がるのも不思議ではありません。一つの条件といたしまして、まあそうですね、このディスカッションの前に十分正確な答えを持っている学生がいるということです。 35% から 70% の正解率、 35% 以下の人しか正解がないというので、そしてディスカッションに入りますとお互い同士教えられません。 70% 以上の正解率でありましたらディスカッションの前にということですけれども、そうしますとお互いに言ってですね、まあ、すぐにですね合意をいたしまして他の雑談を始めます。だから理想的には正解率が 35% から 70% の時にお互い同士討論させると理想的です。で私が説明をいたしまして、私が説明した後にサイクルを繰り返すと、で1時間たっぷり使いまして、まあ、90分ですけれどもこのサイクルをぐるぐる繰り返します。質問してディスカッション、質問してディスカッション、なごめんなさい、で、質問をしてディスカッションして説明で、学習はどこで行われるかと言いますとディスカッションのところです。ではビデオをお見せいたしましょう。これがですねどのように実践されているのかということ、
私は質問を読み上げます。で、質問はどうでもいいです。私がですね、問いを読み上げます。ちょっとこれを考えてね。長方形の金属があって、穴があっていて、温めたらスクリーン上に分析の結果が出てきます。でも、そうですね、正解は見せません。で、2つの問いにはですね、同じぐらいの支持率が集まります。そしてディスカッションしなさいと言います。わかりました、あっと言ってますでしょう。そうだったのか。で、事後調査であります。圧倒的に多数の人たちが2番目と答えました。全員が2で、まあ、大体こういった答えが出てきます。1回目の投票の投票分布、回答分布は見せません。2回目は見せます。まず、これは能動的でした。受動的ではなくて、受け身ではなくて能動的です。その数分に1回、隣の人が話しかけてくるので、学生が私の授業で寝ることはできません。そしてもう一つ、双方向で情報が流れています。つまり私から学生に情報が流れるだけではなくて戻ってきます、こちらにも。ですから学生が理解できていなければ、もうすぐに分かります。中期の試験とか、その最後の時に待つまでもなく分かります。そこで対処ができるわけです。それから学生の方も自分の知識を試せるといいますか、理解を確認することだけできます。その例えばその説問に間違っても別に影響はないんですね、最終的に。そして誤った回答であっても、あ、ここをもうちょっと見ないといけないなという警告が得られるということがあります。では、まあ、その効果を示すデータをお見せする前に試していただきたいと思います。学生の立場でこういった授業を受けるとどうですか。試してみたいと思っていただけますか。はい、では、プリントを事前に飯吉先生に配布してくださいという熱膨張についてのプリント1ページ、二段落のものがあるんですが、読んでいただきましたか。まだ読んでらっしゃらないですか。あ、冗談です。ドキッとされたと思うんですけど、冗談です。ちょっとからかわせていただきましたけれども、まあ、これ、熱まあ、事前準備をしていないということになりますので、まあ、ミニレクチャー、ミニ講義として熱膨張のお話をして、その後で熱膨張についての出題をしたいと思います。熱膨張というのは、固体が、例えば金属のような固体が加熱されると、その容量が増すと膨張します。これ全ての固体、木材であっても金属であっても膨張します。最も金属で顕著です。そしてその工学では重要な意味を持ちます。例えば電車、ご存知ですよね。日本は電車がもうが充実しています。新幹線では気づきませんけども、他の電車ですと走ってるとガッタンゴットンって言いますよね。線路を走るときに車輪がこのちょっとした隙間を、線路の隙間が空いているのでガッタンゴというんですけれども、それは、まあ、気温が高いときに膨張するので、これインドの鉄道で隙間を開けなかったらこんなになってしまいました。熱膨張でこういうふうに曲がってしまいました。そうすると脱線してしまうので危険です。そして鉄骨の、まあ、建物ですね、高い高層建物、高層のビルがあります。鉄柱が使っているものがあります。こちらの建物はそうじゃないと思いますけれども、そういう時も熱膨張コールに入れなければいけません。で、どうして物質が膨張するかというと、原子でできているから。ここに9つの原子があります。特に金属の場合、加熱されますと原子と原子の間の距離が増えます、伸びます。これが冷たい金属で、これ加熱した時の金属の状態です。冷たい、あったかい、
タクシーではホットタクシーでホットというのを聞いたんですけど、これは何かあの英語のあれでしょうか。まあ、なんせホッあのこれがあのかあの加熱した状態ですね。先ほどのが低温の状態で、原子というのはじっとしていませんで動いているんですね。ですから、皆さん原子でしたらこういうふうにこう動いている、振動しているということになります。そしてこの振幅、これを温度と呼んでいます。これが加熱した状態、振動が大きければより多くのスペースを空間を必要としますよね。そうするとお互いが距離が長くなります。それで膨張する。これだけ、これが低温高温、この9つだけではなくて全ての原子に同じ原理が働きますというのが、これだけ理解できれば。何かご質問ありますか。質問はないと。低温高温低温高温と、これ高温ですが、これを、暗くして、例えば金属が加熱されると膨張するのは、原子が A、 お互いの距離が近くなるから B、 同じ距離は同じとかいうふうに、その距離が離れるとか C は距離が離れるとか、そういう聞く聞き方をしてもいいんですけども、面白くないですよね。その私が、出した情報、同じ情報をフィードバックしてもらうことなので。ですからこのモデルをもとに、伺いたいのは、このモデルをもとに新しい文脈で考えて、そのいただいたらどうかと。ですから私が聞く前に質問があれば聞いていただいた方がいいと思いますが、よろしいですか。質問ないですか。ちょっと応用、私非常に優れた講師であったので、理解が、説明が良かったですかね。低温高温、これ高温ですね。では質問に行きます、出題に行きます。質問があればこれが最後のチャンスですけども、よろしいですか。質問があれば挙手してください。遠慮なさらずに、一応、警告いたしました、忠告いたしました。出題前に質問がないかで、お互い相談せずに自分だけで考えてください。では考えていただきたいんですけれども、ちょっとこれ隠しましょう。考えていただきたいのは、ちょっと質問について考えてください。原子の間の距離が遠くなるというのをイメージを持って、お互い相談せずに自分だけで考えてください。で、私が出題した後で、隣の人に聞いて、隣の人が自分と同じ意見だったら、もうその人はやめて別の人と話をしてください。つまり自分とは異なる意見を持った人を探して、そして相談してください。ちょっと新しい知り合いも増えるかもしれません。それも楽しいかと思います。で、自分と違う意見を持った人がいたら、自分が正しいということを説得してください。相手を説得試みてください。そして相手を説得できれば、納得させれば、でまた別の人を探して、また別の人を説得してください。だから自分と同じ意見の人とは話さないでください。で、考えていただきたいのは、長方形の金属板、長方形の金属板で真ん中に丸い穴が開いていると。で、その板をに均一に加熱すると、その穴の直径は1番大きくなる、2番、穴の大きさは変化なし、3番は穴が小さくなるということです。金属板を加熱したら真ん中の丸い穴は1大きくなる、2番変化なし、3小さくなる、どれでしょうと。あと30秒お時間を与えます。もうすでに、その答えを決めていれば、じゃあ隣の人というか意見の違う人どうやって説得するか、その作戦も練っておいてください。10。ではまだ1番2番3番決めかねている方がいれば、とにかく決めてください。ゲームだと思って123どれか押してください。123どれか押してください。決めかねていても、とりあえずどれか押してください。100まで行くまで集計したいので。そしてではちょっと立って歩き回っていただく必要があるかもしれませんけど、なぜ自分と違う答えの人を見つけて相手を説得してください。で、やめてくださいというまでお願いします。Now look at this. どうでしょう。ここから見ていただきたいぐらいです、こちらの光景を。よろしいでしょうか。もう
コントロールも効かないぐらい皆さん熱心に取り組んでくださっています。ハローって日本語で何ていうのか分かりませんけれども、あちらの方とかこちらの方とか皆さんすごいですね。こんな手間ジェスチャーも入れて、もう本当に熱心に、熱がこもってヒートアップされてますよね。考えてみてください。私がずっと今までみたいに講義をレクチャーを続けていたら、まだこちらでも一生懸命手招き、ジェスチャーでもう本当に頑張ってですね、相手を説得されていますね。本当に熱がこもっています。ですからずっと熱膨張についてレクチャーを続けてたらどうでしょう。それではこれを、その長方形の金属板、丸い真ん中に穴がある金属板、その金属板を均一に加熱したら熱が膨張して、真ん中の丸い穴の直径がというふうに、その、まあ、答えは二の次と言いますか、申し上げたいのは、ここで物理、これは物理の授業ではありませんので、今おそらくこの金属板について、考えておられて答えが早く知りたいと思っておられると思うんですけれども、講義をずっと続けてたら、まあ、ちょっとメモも取ってノートを取って、まあ、別に穴が小さくても大きくてもどっちでもいいわという感じでノートを、取っていただけかもしれないと、学生であれば。でも本当に今だったら学生は答えを知りたいと、例えば今答えを、申し上げずに、そのこの教室を出たら答え何答えないって多分学生が追いかけてくると思うんですね、こういう授業ですと。ですから、では再び投票を取りたいと思います。もう一度投票してください。2回目の投票になります。では今度正解はどれだと思うか回答してください。まあ、2番だって、今度も2番と思うんだったら2番で、あるいは意見が変わったのであればその変わった番号の回答をしてください。では1か2か3どれかをしてください。その近くの方とお話しした結果変わりましたでしょうか。ではもう少しちょっと待っていただこうかなと。というのはこれ、答えはもうちょっと待っていただいて、物理のその授業というか内容はさておいて、答えを回答申し上げる前に今起こったことを考えてみたいと思います。まず何をしていただくかというと、まあ、質問があった、問題があったので、まず答えを決めて投票していただきました。それが一番です。でそのボタンを押してもらった後、次に、その答えを外在化したというか外に向かって表現したんですね。近くの人に、2番を選んだとか1番を選んだ3番を選んだとか周りの人に言って、その話、自分のその答えを明確にしたと。でそして協議をディスカッションしたんですね。でディスカッションしてるうちに、まあ、この回答というか回答は事実なんですけれども、そこから推論、論証の方に移ったと思うんですね。穴が大きいとか小さいとかいうだけではなくって、穴が小さくなったと思うと、どうしてかというと、という理由を述べるようになっていかれたというか、よりつまり深いディスカッションになったと思うんですね。単なり答え1番2番3番じゃなくて、もっと深いディスカッションができたと思うんですね、周りの人と。でそしてもっと重要なことに、その学習の過程においてかなり感情が入ったんです。答えは何だとか、かなり根性がこもってきたと思うんですね。まあ、そんなに実は穴が小さくても大きくてもそんな実は面白くないんですけども、でも今すごく盛り上がって答えが知りたいというところまで生徒の関心を、まあ、感情を高めることができるというところ、これが非常に重要なところであります。知らせがあります。残念ですけれども、本当にはっきりとしたですね、講義を与えたと思いました。そして皆様方も考えたんじゃないでしょうか。全く質問が出ませんでしたよね。それが証拠です。 28% の人しか正解率ではなかったんですよ、あの時には。なんと 28% の正解率だったんですよ。ということは4人のうちに1人しか皆様方の中で正解がなかったんですよ。申し上げたと思います。 35% の正解率がなければこのメソッドはよくうまくいきません。本当に面白いですね。28人の中で、そうですね、他の人たちを教えられる人がそれだけ少なかったんですけれども、効果があったかしら、見てみましょうね。では文法を見せ、今の文法をお見せいたしましょう。そして、はい、素晴らしいことが起こりました。改善されました。で正しい正解はどこだったでしょうか。28% から 32%、まあそうですね、ものすごいというほどでもないけれども、でも改善は完全です。これ見てください。
はい、多くの人たちがこういう顔をしてます。で、また忘れたと思います。物理を教えるんじゃなくて、参加することを私は今日教えてるんですよ。で、今日お休みになるときに、まあ、ところでですね、2つの分布です。どちらもお見せいたしましょう。事前事後。最初は 28% 正解率、ちょっとですね変わりましたけれども、最高ということではありません。まあ普通ですね、最初の正解率が高いんです。そうしますともっと劇的な改善率がありますけれども、でも今日お休みになるときに、穴はどうして大きくなるの、そういうことを考えてほしくないですから、だから説明しましょう。想像してみてください。例えば、まあ、冷蔵庫にですね、ガラスの瓶がありまして、そして金属の蓋があると思い、あるとして、そして冷蔵庫から出して、そして開かないとしますね。蓋が開かない、その時どうします？金属のところを熱湯につけますでしょう。そうしますと蓋が膨張するわけです。そして開けやすくなる、あれと同じです。でそれで説得されないんだったら、であれは四角じゃないじゃないか、丸じゃないかという人があればこう考えてみてください。例えば長方形の板があって、で穴がないといたします。これは板だけがあるといたします。そしてペンを取ってきて、で円を描いたといたしましょう。その板の上に、プレートの上に、で温めます。そうしますと膨張するはずです。そうしますと円どうなります？大きくなります。だから円も大きくなるんです。そんなんじゃないと言われるかもしれない。穴が開いているんだったら真ん中の方にも延長するじゃないという人があれば、そこまで言うならば、じゃあ想像してみてください。でこの端の穴の端の原子、これが原子です。並んでますですね。それを想像してみてください。お天気がいいから今から外へ出たらいいかもしれません。そして手をつないで大きな円を作るといたしましょうか。私たちが原子と考えてくださいね。で手をつないで円を作って、原子ですよ。そして一歩真ん中に進むといたします。じゃあ私たちの間の距離はどうなりましたか。で中央に一歩入ったら距離は小さくなりますよね。で身動きがしにくくなります。だから距離を長くするためには、原子のやれるやり方としては方向は外に行くしかないんです。ということは直径が大きくなります。これは忘れないでしょう、ここまで行ったの皆さん。でおそらくですね、物理って考えたと思いますけど、これ物理の問題じゃありません。これはですね、酸化の問題なんです。で2点だけですね、私強調したいと思いますけれども、一つは私の講義というのはあまり良くないと言いますのはですね、あなた方よくわからなかった。でも 2点目といたしまして、学生といたしましては感情が違うでしょう。すなわちこの教室で活発に参加した時と、それから非常に受け身でですね講義を聞いている時は全く違うでしょう。この2点です。ではピアインスタインタラクションです、インストラクションです。何がいいんでしょうか、何をするんでしょうか。 FCI を見てみましょう。91年初めてピアインストラクションを導入いたしました。1年目です。これがですね、ゴリラもいました、いい学生もいましたけれどもね、コースの最初ですけれども、コースの後にはですね、終わる時にはゴリラいませんでした。そうですね、まだニュートン物理学があまりよくわからない学生もいましたけれども、前よりずっと少なくなってきております。そして2つの分析を分布を重ねますと、非常に大きく変わったことが分かりました。 8% の利得ではなくて 16% も良くなりました。1991年第1年目です。ではもっとですね、これから良くなりました。より良い質問が私ができるようになったからであります。皆様方にですねした質問でありますけど、糸の中の穴、これはよくありませんと言いますのも、難しすぎたんですね。ですなわち、まあ、いい討論するには難しい質問であることが後になって分かりました。で、まあ、2人の同僚がやったこの色の変わった、まあ、丸でありますけれども、できるだけですね、まあ、全問正解に近いところまで行きました。他の大学での結果ですけれども、すべて
上がりました。一つだけは例外ですけれども、で全てのデータを集計をいたしました。ベストなものだけじゃないですよ。そうしますとピアインストラクションをですね、実現することによりまして利得は倍になると、物理学の教室ではということが分かりました。 FCI と言いますのは力だけのテストです。物理というのはですね、力だけ、運動だけではありません。例えばですね、教科書の問題はどうでしょうか。まあ、同僚はですね、よくそういうことを聞いてくるか分かっておりました。うん、そうね、こんなことはクラスではいいかもしれないけど、教科書はどうなのよと、例えば問題解決の能力はどうなのよと言われたらどう答えたらいいんでしょうか。一つのやり方だけなんですけれども、でテストを繰り返しないと、しなさいということであります。私はですね、で毎年全く違う設問をいたします。91年はで95年、ごめんなさい、85年の6あと6年いたしまして、でこの古いですね、まあ、質問にはどの学生もアスクスできないんですけれども、データは集めました。このヒストグラムを、でこれは 100% まででありますけど、クラスのですね、成績の分布を分析をいたしました。 62% の平均でいいのも悪いのも両方いましたけれども、85年とそれから91年の間にすごくですね、クラスが大きくなりまして、100人から250人まで伸びました、受講数です。そしてその時には心配していたんですけれども、学生のテストの成績ですけど下がるんじゃないかなと思っていたんです。2つ理由があるんですけれども、まず第一、教室があまりに大教室になりました。それが一つの理由。2番目ですが、教室の中で私は何もですね、問題解決というのをやらなかったんです。と言いますのも、私の方針だったんですね。学生が私を見て問題解決を学ばなければ、想像してみてください。例えばピアノの練習をしているといたしますね。ピアノの練習をするときにはですね、まあ、有名なピアニストの演奏を聞くだけですか。そんなことはないですね。自分でピアノを弾かなければ上手くなりません。マラソンの訓練をするときにはテレビの前でポップコーンを食べながらですね、 DVD のマラソンのですね、選手を見て速くなりますか。そんなことはない。自分で走らなければいけません。あるいは物理問題を解決するときにハーバーの教授がですね、解くのを見て解けるようになりますか。そんなことはありません。自分がやらなければいけません。ですから95年で私がです、ね、問題解決してもあまりメリットがないという、もちろん宿題もありますし、それから宿題では問題を解かせるんですけれども、私を見るだけではいけないと95年に決意をいたしました。91年には実は、まあ、統計的にはですね、良くなったんです。でこの低い方の学生には私たちは支援をいたしました。これは何を言うかと言いますと、理解ができたら問題解決もよりよくできるということですね。問題を出された時に自分でよりよく解けるようになる、理解をしていれば。でちょっと考えてみて、当たり前ですよね。基礎的なことが理解できれば問題解決してやすくなるわけです。でも非常に重要なここだと思います。メッセージとして重要なのは、ただいい問題のですね、解決を見ただけ、これで自分が理解したわけでは全くないということです。例えば私は講義をした時に学生というのはですね、まあ、試験の成績が良かったんですよ。でも基本は分かっていなかった。ただただ問題を、そうですね、例の通り解いていただけだったんです。だからもう野球からフットボールに変わっただけではできなくなっちゃったんです。ただ全く同じような概念の質問しか解けなくなってきた。それは学習とは言えません。でこれでは本当の現実の問題は解けないでしょう。本当に直面する問題というのはまだ解いたことがなかったんです。じゃあ結合を申し上げたいと思います。では講義に戻りたいと思いますけども、皮肉なことに私が分かりましたのは、皆様方に講義をしております。講義しないように講義してます。講義しちゃいかんよと。でもお招きいただきまして大変喜んでおります。私はですね、まあ、教室では講義をしないもんです。講義をしたくてたまらないこともあるんですよ。そのチャンスが与えられましたので大変嬉しく思っておりますが、では講義では何が起こるか。講義では学生、あるいはですねオーディエンスと言ってもいいと思いますけれどもですね、最高の注意はいたしません。注目はしません。で最近素晴らしいデータを見ました。 MIT のデータです。素晴らしいデータだったんですけれども、そこに見せておりましたのが本当だということなんです。
でメディアの研究所 MIT にあるんですけれども、あるいはセンサーを開発いたしまして、手首に留めておく小さなセンサーを開発いたしました。そこで測定いたしますのがですね、電気的な皮膚の活動、電気皮膚活動というのは精神活動、脳の精神活動に関与しております。と言いますのも、で腕のですね、神経は脳にまでつながっているから相関関係があるのは当然です。そしてこの記事の大部分でありますけれども、手首で測ることということは強い相関関係が脳とあるということなんです。脳の電極を埋め込んだのと非常によく相関したデータが出る。しかし素晴らしいのは、手首にですね、はめて歩き回ってもデータが取れるというところは優れておりました。 MIT の学生を被験体にいたしまして、で皮膚電子活動1週間測りました。1日目2日目3日目4日目で水平の目盛りを見ていただけますか。水平の方を見ていただきますと、午後の4時、なんで4時か分かりません。 MIT の学生たちっていうのはですね、4時に1日が始まるのかもしれませんけれども、ハーバードは違います。ハーバードは朝から始まりますけれども、いずれにしても4時に始まって、そして夜になってで朝の3時まで、でその活動を見てください。脳の活動が活発なところ、そして活発でないところ、その下のところにですね、文字が小さいので読みにくいと思いますけれども、例えばで研究所にいるとき、それから教室にいるとき、学習をしているときで注目していただきたいのはここです。クラスと言われる活動はどうでしょうか。脳は全然働いてないんです、教室では。フラット状態。それを比べてみてください。寝ている時の方がまだ活発です。ということは学生はですね、学生はで、ということは、まあ、本当にベッドになるよりも教室の方が寝てるんです。だから本当に面白いと思いますけれども、まあ、これはデジタルなですね、アドレスが載っておりますので、ぜひ皆様方見ていただきます。こういうふうに差し上げましょう。ただ一つ、ただ一つの活動だけが例で、まあ、小さな方文字を読まなくても結構ですから、一つの活動だけが例外です。同じ性格を持ってくれます。講義と同じ、まあ、これ見ちゃいけませんよ。で講義と同じだけの脳が活性化するときというのか、まあ、活性化しないかそれは何だと思いますか。自問自答で日常生活を考えてください。で今日講義を聞いている時と同じぐらいの活動で、何かを聞いている時なんですか。講義以外のテレビ、そうテレビを見ている時の脳波と非常に似ています。完全にフラット状態です。これが何か教えてくれます。もうすでに長い間、まあ、40年分かっておりました。40年前からもですね、脳の研究が始められましたけれども、テレビを見ている人の脳波を測定しますとゼロになるんです。脳活動が本当に植物人間になるんですよ、テレビの前では。でなぜそんなことになるかという理由でありますけど、簡単な理由であります。と言いますのも、人の心でありますけれども、でそうですね、どこかに白昼夢に行きたがるわけなんです。だから多くの人たちは、まあ、本を読む方が楽しいと言うんですね。で、まあ、この映画よりもそうですね、まあ、その本に基づく映画を見る方がいいのか、本の方が面白いと答えるのはここであります。すなわち本を読むときには脳はちゃんとですね、コントロールして活性化しているからである。自分のコントロールであります。ちゃんと止まって考えて夢も見るし想像もする。ところが映画を見たときにはですね、どんどん情報が来るだけなんです。自分は考えません。講義も同じです。だから意外なことではありません。脳がフラットになってしまうということ。まあ、考える時間がないということです。書き留めるしか時間がないということになります。それからですね、授業が終わった後もう理解できたと思い込むわけですね。熱膨張についても皆さん方理解されたと思ったんですよね。でも 28% しか本当に理解されてなかったという先ほどの例もあります。でどうしてかというと、誤概念に面することがなかった、直面することがなかったということです。でよくあるんですけれども、先生方のところでもそうかと思いますけれども、毎週
そのあるいは2週間に1回セミナーがあると、例えばイェール大学とかヨーロッパとか日本とかいろんな講師を招いて、でセミナーをする、そして素晴らしい講義を聞く、で2時間後廊下を歩いていて大学のである同僚が来て、コロキアムでイェール大学の先生の講義聞いたって聞かれて、聞いたよと、ですごかったすごかったと私は言うわけです。で何がどんな話だったと聞かれると、となってしまうと、でその時ね初めて気づくんですね。すごく素晴らしかったような印象は持ってるんだけれども、楽しく聞いたんだけれども、ただ他の人にどういう話だったと聞かれたらその話ができないと伝えられないということがあるんですね。ですから誤った安心感があると、だから分かったと思ってるんだけれども実は分かってないと、で分かっていたと理解できたと思ってもそれは幻想に過ぎないということなわけですね。授業を受けても実は理解できてない、本当に身についていないということです。でまとめなんですけれども、教育というのは単なる情報伝達ではないと、まあ、情報の時代でありますから情報の伝達の手段はいろいろあるんですけれども、教育は単なる情報伝達ではありません。単に情報を伝える、そして、自分たちが知っていることを伝えるんじゃなくって参加させると、学習の過程に、能動的に参加させるということです。ですから教育教えるということではなくて、学習学ぶティーチングじゃなくてラーニングの方に力点が置かれるべきです。で、学習というのは、その、教育者の方じゃなくて、教員の方じゃなくて学生生徒の方に主眼が置かなければいけない。こういった空間は理想的ではないんですね。つまりこういうふうに皆さん座っていただいてますけれども、どうしてかというと私の方に注目がいくように、ただ本当は、その主体である、生徒学ぶ、学習者の方に、フォーカスが中心がいくべきだということであります。それが本来の姿だと思います。そして最後に私がそのお話ししているのは、これはその最新技術そういったクリッカーのようなものがなくてもいいんです。重要なのは教授法、教育法です。全く同じこと、これは胸に手を当ててもいいし、例えば1番2番3番とか指で指してもいいし、指でその何番かっていうのを選んでもらってもいいしということです。そうするとまあ皆さんはその前の人は見えないかもしれないですけれども、あるいはお互いに話をしてもらうと、同じような例えばそういった最新技術を使った道具がなくても、まあ、あの教授法、教育方法こそが重要であるというところを最後に、確認しておきたいと思います。まず、あと最後に申し上げたいのが、第1回国際ピアインストラクションアジア太平洋学会というのが中国アジアで、中国ですね、北京で今年の12月予定されています。私にメールを送ってくれるか、あるいは Google で、まあ、あの SNS でピアインストラクション .net というのがあります。他の分野の、このピアインストラクションに関心を持っている人であるとか、教材とかブログとかそういった情報を得られます。ですからエキスパートである方、あるいは、まあ、初心者の方であればこういう SNS から情報を得ていただければと思います。そして、まあ、あの後でプリントしてこの資料をお渡ししますけど、私のウェブサイトにアクセス、まずあのメモしていただくても Google で私の名字を入れていただくと、で、アフィルラッキーボタンを押していただくと、はい、あの私のサイトに行って資料も見ていただけますので、まあ後でお渡ししますが。